ペガニウス・ギオス・コリデス。ペガニウス・ギオス・クリデスは、ローマ帝国期のギリシア語著述家、医者、薬理学者、植物学者である。薬理学と薬草学の父と言われる。小アジアのキリキアのアナザルブスの出身で、ローマ皇帝、ネロの治世下の古代ローマで活動した。ギリシア・ローマ世界の至るところで算する薬物を求めて、 おそらく軍医として、方々を旅する機会があり、その経験を活かして、薬物誌をまとめた。ディオスコリデス自身が、理論より事実を、書物より、自分の観察を重視して編集したと記している通り、非常に明快で実用的な本草書であり、ガレノス医学と並び、1500年以上の長きにわたり、西洋の薬学、医学の基本文献だった。薬学の大月新一郎は、 薬物史を中国医学最高の本草書と比し、西洋本草項目と呼んでいる。ディオスコリデスの著作は他に単味剤を扱った小論があったと言われている。薬物史表紙詳細は EN デマテリアメデカを参照。ディオスコリデスは前後間からなる薬物史またはギリシア本草を母語であるギリシア語で表した。日本ではラテン語版のタイトルら、 デマテリアメデからアイブラキンクを略して、マテリアメディカとも通称される。ガレノスが著書で、最も完全な本草書と称賛しており、一世紀後半に書かれたと思われる。100年後の起源二世紀の終わりには、ローマ世界に広く浸透した。もともとテキストのみであったが、原著が公にされて100年後には、おそらくクラテウアスの本草書の祭祀地図を参考に、図版が復帰された。 クラテウアスは、ミトリダテス6世の G であり、本造学者で、ディオスコリデスは、薬物誌で彼に言及している。ヒポクラテス、ガレノスラとのギリシャ医学の文献と、同様アラビアに伝わり、ギリシャアラビア医学に取り入れられた。アラビア医学を代表するイブンシーナーは、主著、医学転半の薬物に関する2巻5巻を、薬物誌を転居に執筆し、この本は、後世の医学に、 大きな影響を与えた。薬物詩は、ヨーロッパでは1600年頃まで用いられ、植物学、本草学に関して、ヨーロッパの歴史上最も影響を与えた書物となった。多くの古代ギリシアの書物は、異教の文化として、ヨーロッパで一度失われ、西洋文化の中心であったアラビアよりもたらされたり、中世世紀からルネサンス期に再発見されたもので、 あるが、本書はそれらと異なり古代より途絶えることなく、ルフしていた。西ローマ帝国の国力が落ちるにつれ、知力は低下し、ギリシャ語を使う人間も少なくなり、遺書、本蔵書の内容は通俗化した。ディオスコリデスやガレノスのラテン語訳も作られたが、知力低下の影響は避けられなかった。また中世ヨーロッパでは、薬物誌は、プラトン学派のアプレウスの本蔵書とされた、偽。 アプレウスの本草書など、通俗化した遺書と内容が混成される場合も少なく、なかった。アラビア語には、854年にはすでに、ギリシャ語から直接翻訳がなされた。この訳は、不完全なものであったが、948年までに、すべてのアラビア語圏に出回っていた。10世紀、13世紀にも新たなアラビア訳が作られた。 近世の植物学にも強い影響を与え、オット・ーブルンフェルスやレオンハルト・フックスなど、16世紀ドイツの初期の植物学者たちの植物書は、ディオスコリデスに追うところが絶大であり、続くイギリスの植物書においても、ジョン・ジェラードらが盛んに引用している。18世紀のイギリスの植物学者、ジョン・シブ・ソープは、ウィーン写本をもとに、 薬物誌に記載された植物を探し出し確認する作業を修正を行い、植物画家フェルディナント・バウアーと共に収集、研究を行った。彼の死後、研究はジョン・リンドリーが引き継ぎ、1840年にギリシア植物史として完成した。薬物誌は長きにわたって植物学、薬草学における権威であり、結果的にその分野の停滞を招いた。 また、あまりに長きにわたり、広範囲で利用されたため、問題も多く起こった。繰り返される写本、翻訳により語気や語訳が起こり、図版は模写による改変や、魔術的、先生術的解釈によって劣化していった。ギリシャ・ローマから離れた植生の違う地域では、似た植物を当てはめて利用され、悲惨な結果を招くことがあった。そのためディオスコリデスを批判する人もあるが、 その功績は疑いようもない。彼は膨大な情報を集めて、取捨選択し、簡潔で合理的な体系にまとめ、観察と経験をもとに知見を付与した。その規模や徹底した方針は、先人を遥かにしのいでいた。ディオスコリデスは、プリニウスと同時代の人物であり、彼と同様に豊富な資料を駆使できたと考えられる。 それまでの薬学上の膨大な資料を検討し、栄養になるものはすべて取り入れたと考えられているが、古代イギリシャの植物学者テオプラストスへの言及はほとんどない。大月真一郎は、薬効に注目したリオスコリデスト植物そのものに、注目したテオプラストス、両者の思考の観点の違いのためであろうと述べている。また、植物学、 薬草学の歴史上重要な文献であるというだけでなく、古代のギリシア人やローマ人や、その他の文化における薬草の知識や使用法を知ることができるという点で貴重である。さらに、すでに失われたダキア人やトラキア人の言葉の植物の名前が記録されている。医学の父とされるヒポクラテスが知っていた薬剤が130種類ほどであったのに対し、 ディオスコリデスは1000近い自然の木薬を挙げており、植物薬600、鉱物薬90、動物薬35であった。現在の消毒薬、抗炎症薬、鎮経薬、興奮剤、避妊剤にあたり、症状に合わせた調合法、投薬量、使い方を指示している。その大半は、当時のローマ社会を反映し、避妊、打体、妊娠、出産に関わるものだった。 紹介された薬剤のうち100種類以上が現在でも使われているが、現代的意味で単味で薬物効果が認められるものは少なく、抗味剤、緩和剤、希釈剤として役立つものである。当時はテリアカなど多数の薬からなる複合薬もあったが、ディオスコリデスが使うものは単独のいわゆる単味剤であった。その治療法は、 ヒポクラテスの体液病理説に則っ,ったものであった。ただし、4体液説、4性質説を明確に打ち出したガレノスほど、そういった傾向が鮮明に現れていたわけではなく、薬物の性質を体液説で、すべて説明しようとしていたわけではない。ディオスコリデスの時代には、薬用植物の分類は形式化し、アルファベット順であったり、外見の類似で行われたりしていた。 ディオスコリデスはこれを良しとせず、薬物を人体への影響を基準に分類した。ディオスコリデスは病気や薬に関して新しい考え方を示したわけではないが、薬物史は極めて実践的で実用性が高かった。症状が分かれば本書で治療法を探すことができたのである。6世紀のウィーンシャフォンよりブラックベリー何世紀もの間、薬草学の普及に力を入れていた。 修道院で写本が作られ、ギリシア語版以外にもラテン語訳が少なくとも7種類、アラビア語訳が3種類、それ以外に8カ国以上に翻訳された。それらの写本にはしばしば注釈が書き加えられたり、アラビアやインドの文献に由来する若干の造語がなされた。特に、アラビア由来の過失部分は、イスラム圏の薬草学の進歩を反映している。 庭園史研究家のペネロピホブハウスは、異なる時代の写本が少なくとも23冊残っていると述べている差し絵のついた写本が多く残っており、その一部は古く5世紀から7世紀にまで遡る。写本には、薬物史に忠実な並びの第一群と、アルファベット順に並べ替えた、ディオスコリデスアルファベティックス系統の第二群の写本がある。前者で優れたものは、 パリのフランス国立図書館が所蔵するパリ写本で洋肥姿勢で9世紀のものである。後者は西ローマ帝国皇帝、オリブリオスミカドの娘アニキア、ユリアナに献上されたウィーン写本で洋肥姿勢で515年頃に作成された。また、第一軍の写本をウィーン写本と混ぜたものもあり、アトス写本と呼ばれる写本がアトス山に残されている。 ディオスコリデスがブリタニアで軍医として働いていた時、地元の人々が多くの小さな果実と呼ぶものを発見した。これの正体はカーミン貝殻虫という豆粒大の昆虫で多くの木から採取した貝殻虫をすりつぶして煮ると鮮やかな赤い染料が取れた。当時、赤い染料は赤根の根で染めていたオレンジがかかった赤と新茶と呼ばれる赤色の天然顔料があったが、 貝殻虫の染料は、赤根の根の赤よりも鮮やかで、水銀行で取れる新車よりも安全に採取できた。ディオスコリデスの発見した赤い染料は、ネロテの時代の過敏な空気にあっていたため、芝叩く間に広まることになった。新たに、昆虫採取産業が起こり、スペインのように貝殻虫がたくさん取れた、ローマの属州では、 税金の代わりに袋詰めにした貝殻虫を収めることもできたという。古代ギリシア語ラテン本寺パダニアスディウスコリデス、ハット ABCDEFG ロバートハクスリー著西洋博物学者列伝アリストテレスからダーウィンまで、植松康夫訳。有書館、2009年、小川奏さん著医学の歴史中、ホブハウス2014、P40、アニキアユリアナを、 ビザンツ帝国王女とする書籍もあるが、誤りである。薬物史九州大学附属図書館、山崎美希夫、新刊紹介ディオースコリデスの薬物史、全2巻ファルマシア19、1983年、公益社団法人日本薬学会。ありがとうございます。